皆さんこんにちは、クマパンゲナビゲーターコビです。そしてこちらはあれ大丈夫、クマパン出て こっちここおいで。こちらは今日も元気いっぱいというかモンスターに埋もれてしまって出てこれなくなったクマパンおうちです。ごめんねクマパン、あんな辛い思いして出てきてんのに手とか叩いちゃってごめん。今日はね、こちらのように伸び放題で形が乱れてしまったモンステラを仕立て直して整えていきたいと思います。皆さんのお宅のモンステラ、夏の間にこう成長しちゃってこう伸び伸びになってお困りの方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？こちらのね、苗はね、部屋の窓際に置いておいたら、あの窓に向かってね伸び続けてしまいました。こう横にね、そして自分の葉の重さで下にね、このその次に伸びてきたと思ったら、あの下を今度向いちゃいました。本当ならこんな状態になる前にこまめに仕立て直さないといけませんよね。全体がね、今ちょっと撮影前ちょっとあっちこっちこう置いて苦労してみたんですが、どうしてもこうフレームにこう入りきらないね、クマパン。こんな野生味あふれるモンスターもまあたまには面白くていいかなと思います。ダメ？こういった暴れた株を仕立て直すときにはどういう完成形にしたいか、切ってからもう戻せないから、もう落ち着いてよく考えてから今日はね作業に入るのがねいいです。よくクマパン見てみて、二人でよく観察しよう。観察してみるとこの地際、まずね二株植わっています。両方とも茎が立派に育っています。硬くなって幹みたいになっています。なのでこの立派な幹を今回はね生かして園芸ポールで支えてあげて、幹立ち風のモンスターに仕上げるのはいいかな。こういった時は2株に分けるという手もありますが、あえて1株でね完成させてみたいと思います。あ、バレちゃった？あの2株お世話するのがちょっと面倒で1株にしちゃおうと思って本当はいたんですが、見抜かれてしまいました。なので、2株の幹立ち風モンステラが一鉢に植わっている感じを想像してください。そんな感じに今日は仕立ててみようと思います。ここから今度は下の古い葉をね今日はねカットしていきます。下の葉をカットして上の葉を残すと幹立ち感こう高まりますよね。あ、その前にいくつかね注意した方がいいことがあります。もうね最近忘れっぽいので先にお話しさせていただきます。まずはね成長点を今回はね切らないようにします。成長点は一番新しい葉の茎の部分になります。あのね、そこからねまた新しい葉が出てきます。これを切ってしまったらどうなるか知ってる？クマパン。そうそうそう、実はねこの質問結構ねたくさんいただくのでね心配になりますよね。モンステラは違う場所に成長点を作ってしっかり新しい葉を出してくれます。ただしちょっとね時間がかかります。小さな成長点ができるのに何週間もっとかな、成長期だとちょっと早めですけど待つこともあります。なので一番新しい葉はね今回カットしないようにします。あとカットするときは後でね処理しやすいように茎をね少しだけ残して葉をカットしましょう。引っ張る場所がねあると取りやすいです。この部分はカットしてしばらくすると柔らかくなって指でつまんでね結構ね力なくてもねペロッと剥がすことができます。ただしねあんまりねこれ切ってね放置し続けてしまうと硬く乾燥しすぎるとね取りにくくなるので注意してください。はい、剪定完了しました。クマパンほらこれもねだいたいね、先に新しいっていう葉がね3枚くらい残るようにして両株ともカットしました。
次に園芸ポールを使って横にこう寝てしまった茎を立ててあげます。そうすることによってね、幹立ち風な感じのね、仕立てが仕上がります。完成しました。こんな感じです。幹立ち風にね、クマパン見える？仕立て直し前のもしゃもしゃした雰囲気に比べるとすっきりしてスタイリッシュになりましたよね。で、それって私たちの自己満足かな。これだと横向いてた時と違ってどこにでもね、飾って楽しみながら育てられるかなと思います。数日経って残した葉の付け根部分が剥がせるようにね、なってきたら、さらに形がね、綺麗に際立ってきます。風通しもこれなら良くなって、病気や虫もつきにくくなります。育てているうちに茎が伸びて倒れそうであれば、躊躇なくポールで支えてあげましょう。モンステラの増やし方、育て方については他にもね、モンステラ大好きなんで動画たくさんもう出していますので、下にね、関連動画としてリンクを貼っておきますので、よろしかったらこの動画の後にそちらもご覧ください。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねを押してお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと、更新した時に通知を受け取ることもできます。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっていますので、よろしければそちらの方もよろしくお願いします。ではまた皆さんにお会いできるのを、クマパン王子も私もとても楽しみにしてます。またね、バーイ。クマクマパン、またね。今カットしたこちらの葉ですが、これさ、クマパンわかる？これこのまま捨ててしまうのはもったいないので、私は花瓶に挿してお部屋にね、飾ったりしています。花瓶に挿しておくとお部屋でもね、まだまだね、この切り花感覚で楽しめるので、そちらもおすすめです。